これ聞かないと怒られるからですね。ギアの 3.77 がやっぱり一番ポイントかなというところです。セーブン記念はそうですね、うん、77が良かったのかな、多分。そのひらめいてというところなんですか、そのセーブン前に。うん、本当、いや前っていうかその日点検日に。あ、もう点検で7にしようと思って、うん、して、まあ、うまくはまった感じですね、はい。まあ、セーブンが、まあ、多少先行有利というのを含めて見ても、ただその別線の迫り具合を考えると、ああまあでも後ろがしっかりしてたおかげで、うん、まあ、成田さんと和田圭さんもいる。成田さんはもう見るだけで止めちゃうんで、はい、まあ、後ろのおかげ、うん、一つだったらダービー前にそういう競争ができたというのは、まあ、うん、なんですか、弾みになりました、自信になりましたし、うん、うん、走りやすいですけど、まあ、でもその分ちょっと警戒される部分がちょっとあるのかなと思うと、見せなきゃよかったなと確かに、うん、あの新山戻ってるぞ感が出るとですね。そうですね、あんまやりすぎればよかったかもしれないです、まあ、それでいてというか、ここもじゃあ77でまず行ってみて。そうですね、77で行って、うん、とりあえず、まあ、ここもっていうかずっと、うん、行ってみようかなと思って、うん、確かにいい状態とか、その感触的にもいいなと思えるような。そうですね、悪くはないんで、うん、それが本当続いてくれば、うんうん、まあ、積み重ねて、うん、なんとかしたいですけど、警戒されても大丈夫な走りを。うちの人とか慎太郎さん、伏見さんと5列がっちりしてるからですね、はい、そうですね、まあ、しっかり、うん、後ろ2人と3人で決めたいですね、うんうん、確かにデビューからの心情というかラインでみんなで決まるというので、うん、そうですね、やっぱそれが一番気持ちいいですし、うん、悔いなく終われるので、うん、はい、で頑張って、はい、勝ち上がって警戒も警戒でしょうけど、決勝まで決勝まで行きたいです頑張って、はい、ありがとうございます。